東口那須塩原駅は、栃木県那須塩原市大原間にある、東日本旅客鉄道の駅である。東北新幹線と、在来線の東北本線との接続駅となっている。東北本線は、宇都宮線の愛称区間に含まれている。東北新幹線は、那須野の一部が当駅を、始発、終着としている。かつては東那須野駅と称し、 塩原温泉郷の玄関駅である西那須の駅と那須高原の玄関駅である黒磯駅という二つの特急停車駅に挟まれた急行も止まらない小駅であった。東北新幹線の開業に際して新幹線停車駅に出世した。東北新幹線の建設計画の仮称では新那須駅とされていたが開業近くになり塩原という文字を入れてほしいという動きが出て、 騒動に発展した。栃木県選出の国会議員のうち渡辺道夫は、那須塩原、森山金次は、那須広瀬秀吉は、那須のを支持していた。1981年10月知事、定例記者会見にて、船田譲知事が、収集案として、那須塩原を発表し11月10日に、県の統一案として、那須塩原を、 国鉄東京北管理局に提出したが、黒磯市や市議会、観光協会は、知事が国鉄に提出した前後にも、ナスとするよう陳情を続けた。当時の東京北鉄道管理局長であった山内周一郎が、1982年1月20日に、最終的にナスと、 塩原を合わせた那須塩原駅に決めたが、山の内が高等で最高幹部に辞意を伝えざるを得ないほど後に、しこりが残ったという、当初のローマ字表記は、那須塩原であった。それから、市半世紀後の2005年1月1日、黒磯市と西那須の町、塩原町は合併して、那須塩原市となったが、新市名の選定理由の一つとして、 新幹線の駅名となっている名称であることが挙げられているように、この駅名は地名へと反映されることとなった。その後駅名表が更新された際、ローマ字表記はナス塩原となった。新幹線開通以降は黒磯駅に代わり、後続がナス模様邸に向かう際の最寄り駅として利用されている。新幹線は2面3線のホームと通過線2線を持つ高架駅。 在来線は二面三線のホームを持つ地上駅である。緑の窓口、近距離自動券売機、指定席券売機、ビューアルトが設置されている。在来線、新幹線ともに、追加自動改札機設置駅。新幹線専用の改札口に加え、在来線構内から新幹線構内への乗り換え改札も設置されている。西口側には、 公室専用出入口があり、内部には公室専用応接室が設置されている。2017年度には、コンコース、在来線旅客トイレ、観光案内所、改札外待合室、新幹線改札内待合室、緑の窓口の改良、および新幹線改札口の移設といったリニューアルが行われた。駅長配置の直営駅、また管理駅として、 宇治家駅西那須の駅間の各駅を管理する。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は5291人であり、また、新幹線の1日平均乗車人員は3371人で、ある。栃木県内の JR の駅では、宇都宮駅、小山駅に次いで、第3位である。近年の推移は、以下の通りである。 駅前から続く大通りダビ川駅前にある鍋。オブジェではなく、祭事には調理に用いられる。当駅周辺は日本最大級の洗浄地、ナス野が原のほぼ中央に位置し、西ナスの駅との区間の間には、洗浄地特有の水無川である、ダビ川が流れている。駅近辺にもダビ川支流の水無川熊川がある。駅北側には新幹線の留置線がある。 那須塩原駅西口止め所より、JR バス関東、関東自動車、那須塩原市地域バスが運行する、路線バスが発着している。JR バス、関東関東自動車 U バス、那須塩原駅東口停留所より、大田原市 A バスが運行する、路線バスが発着している。駐車区出店新幹線。ありがとうございます。